ラピドはスペイン海軍の仮想巡洋艦。元は1889年に建造されたハンブルクアメリカラインの客船コロンビアであり、1898年に米西戦争で仮想巡洋艦とするためスペイン海軍が購入した。そして武装されラピドと改名されてアメリカアジア艦隊撃破と4000名のフィリピンへの増援部隊輸送の任を負った。 マニュエルでコマラ少々率いるフィリピン救援部隊の一員となった。コマラの船体は、戦艦ペラよ、装甲巡洋艦エンペラドルカルロス5世、仮想巡洋艦パチオタ、駆逐艦アンダズ、オサド、プロセルピナ、輸送船ブエノスアイレス、パナイ、アルフォンソ12世、アントニオロペス、球体艦4隻とラピドで構成され、1898年6月16日に、 カディスから出撃した。船体は1898年6月17日にジブラルタルを通過し、1898年6月26日にエジプトのポートサイドに到着。コマラは石炭積み替えの許可を求めたが、エジプトの中立に対する懸念からそれは6月30日に不許可となった。 コマラの船体は1898年7月5日にスウェズに着いたが、その時すでにパスクアル・セルベラ中将の艦隊はサンチャゴデ・キューバ海戦で殲滅され、サンチャゴデ・キューバを封鎖していたアメリカ艦隊が自由になっていた。スペイン沿岸の安全に対する不安から1898年7月7日にスペインの海軍大臣はコマラの船体を呼び戻した。そして、 船体は1898年7月17日にスエズを離れてスペインへ向かい、1898年7月25日に船体は解散した8。1898年8月に戦争が終結するとラピドは民間戦に戻った。日露戦争中にはロシア海軍の仮想寿命館デレクとなった。1907年解体。ありがとうございます。